よし、やっていきましょう。スーパーマリオメーカー。今回はですね、おまけパートということで、レトルトさんと、お互い3ステージずつ作り合ったんですけれど、その3ステージをちょっと解説していこうかなと思っております。どういう意図で作ったのかとか、どういうね、なんかそのテーマがあって作ったのかとか、そういうのをね、踏まえつつ、いろいろ解説していきたいと思います。いやー、でもね、3ステージ全部見てて、そのレトヤンがなんかすげえ上手くなってるなっていうのがすげえあって、特にね3ステージ目とかちょっと難しく作ったんですよ。でやっぱ最初の方はすごい苦労してたみたいなんですけど、最後の方とかなんかもうプロ並みの動きになってたみたいな、めっちゃ上手くなってるやんレトヤンみたいな、なんかもうね我が子を見守る父親のような気持ちだよね。あ、こんなに成長してみたいな、そういう気持ちでちょっと見ておりました。はい、一番最初のね、A ステージ。こちらですね、たくさんの命が失われるこの世界に突如現れた救世主が僕たちを救う話ということで。まあ、ラノベのタイトルみたいになってるんですけど、こちらのね、ステージはですね、一つは、実況がしやすいステージというのを心がけて作ってみました。もう一つは、やっぱりちょっと、まあ、これも実況しやすいに含まれちゃうのかな。まあ、じゃあメインテーマが実況しやすいステージ。そんな感じかな。うん。やっぱり実況的には優しいステージよりも難しめのステージの方が、まあ、見てる方もそうだしやってる方も実況しやすいと思うんですよ。なのでそこまで鬼畜じゃないけどそこそこの難易度っていうのを作ったつもりではありました。まあレトヤン的にはちょっと難しいよってすごい言われちゃったんですけれど、まあね、これを基準に考えて、ステージ2とステージ3は作りました。じゃあちょっとね遊んでみましょうか。これで遊ぶモードよりも一回作るモードにしてやった方が説明しやすいかな。じゃあちょっと一回戻ります。あらよっと。はい、こんな感じで。はい、じゃあこの作成画面から見ていきましょうかね。こちらのステージですね、結構難しいという、まあ、コメントでもね結構あったんですけれど、結構ね、救済措置的なものもふんだんに盛り込まれてまして、積みポイントもほぼなかったんですけどね。まあ、ちょっとこれを説明していきたいと思います。最初のこの頭のバネですね。こちらですね、スタートするとまず降ってくるんで、これポーンと落ちちゃうんですね。まあこれはまあ一つ実況的にまあ美味しいかなというので作ったんですね。まず一つは、まあ最初始めた時にポンと落ちてストーンと落ちると。よしやるぞっていう時にポンと落ちて死ぬ。まあ出落ちが作れますよね。出落ちが作れると。で、2回目からは、まあこれはまあ避ければいいじゃないですか、左に。なので、1回目の尺は取れてるけど、2回目はすんなりカットできるという。うん。そういうね、実況の編集的にも優しいという。そういうんじゃなくね、私のね、レトヤンへの優しさ、それが滲み出てる、トラップになっております。ただね、ここね、孔明さんも一応用意しといたんですよ。これもしかしたら、バネを避けるときに右側にジャンプして避ける可能性もあるかなと思って。ちょっと実際にやってみようか。これで右側に避けようと思って、孔明さんに当たって落ちてしまうと。うん。これでまあ、二粒の尺ができるわけですね。もう尺のことをすごい考えております。はい。でまあ、三つ目はここら辺に、まあ、孔明さんあるのかなあるのかなっていう下りができるじゃないですか。やっぱりあったみたいな。これで上に乗って、また一個上にもあるんでしょあるんでしょ的な乗り物を作るでしょ。はい。これでもう序盤のつかみは完璧ですね。はい、もうね、序盤のね、最初のね、作りから私はサポートしてあげると。もう実況者に優しい実況者ですね。ありがとうございます。はい。で、まあこれを過ぎましたら、ここ、雲、あ、落ちた。雲があるんですけれど、こちらですね。はい。こちらのところには孔明さんを用意していません。ただ、絶対ね、ここ孔明さんあるかなってチェックすると思うんですよ。あるかなあるかなあ、ないのか。じゃあジャンプしようという感じで。まあジャンプしますね。よいしょと。はい。で、ここで来ても、多分もう一回ぐらいね、調べるかなと思って、あるかなあるかなと思って、ここにはありません。はい。これはね、調べさせることが罠だったんですね。ここのね、木のブロックのところ、ここですね、実は、端から思いっきりジャンプ、あ、失敗した。今回ですね、ちょっと諸事情によりですね、ゲームパッドがいつもと違うんですよ。なので、ボタンのね、押し具合とかがね、すげえ違くて、ちょっとね、操作に慣れていないんですけれど、そこら辺はご了承ください。で、ここで調べてると、なかなかね、ジャンプで届かない距離になってしまうと。ここで一気に駆け抜けないと、かなり厳しい距離にしてあるんですよ。まあ、届かないことはないんだけどね。なので、ここは、孔明を調べさせることが罠という、そういう感じですね。まあ、ここはあんま引っかかってなかったけど、
まあ私のステージをやった、他の方々とかね、結構実況者さんでも、俺のステージをやってくれてる方がいらっしゃったんですけど、そういう方は結構引っかかってるって人も多かったですね。はい。でこれガンと進んでいきまして、でこんな感じでくるっといって、くるくるといって3番目ですね。ここバネがあるんですけれど、ここバネ勢い良すぎて止まれないってやって、触ってしまってポンと行ってしまうという、こういう罠だったんですけど、これはちょっとレトヤン引っかかってなかったね。普通に言ってましたね。上の方の孔明にも引っかかってなかったね。ここバネを避けようとしてジャンプしたら上に当たっちゃって、ストンと行って、あーっていうギミックだったんですけどね。ここは見事クリアされちゃいましたね。悔しかったね。クソ引っかかんなかったなって。引っかかると嬉しいんだけど、引っかからなくてもちょっと嬉しいんだよね。あ、このギミック避けてくれたみたいな。もう完全に父親目線だねこれ。よくないわ。はーい。でこんな感じで、まあここまでは簡単だかな。うん。そのタイミングさえ使えちゃえばいいんだよね。やっぱりそのランダム要素っていうのは鬼畜ゲーでかなり実況者泣かせなんですけどね。こういうやつっていうのはボタンの押すタイミングさえ覚えちゃえば、まあ、ほぼ失敗することがないんですよ。なのでその実況的にも何回もやり直す場合はかなり助かるんですよ。ただそのゲッソとか、あとはパックンフラワーですね、この火を吐くパックンフラワーとか、こういうのが複数体ある場合、こういう場合ってランダム要素がかなり関わってくるんで、こういうので難しいのってすっげー実況しづらいんですよね。イカみたいになんか不規則なランダムな動きするやつっていうのは、その動きをその定型化できないっていうの、ボタンを押すタイミングとかタイミングで行動ができないんで、結構イライラさせられるんですよ。なので私はそういうのはなるべく省いた作りにしてます。実況に優しい鬼畜っていうのを目指して作ってるんで、この火とかも吐く方向がいろいろバラバラになるんで、それでランダムになっちゃうんで避けるのがめんどくさいっていうのがあるんでね、そういうのは極力省きました。はい。で、こっから先ですね。この先は、じゃあさっき言ってたこと違うじゃん、ランダム要素すげえ含まれてるじゃんって思うかもしれないんですけど、そこはですねかなりの救済措置を用意してまして、ここ目玉がまあ目線がゴワゴワになってすげえ見づらくなるんですけれど、ここですねしばらく待ってれば自動的に消えるんですよ。はい。なのでここ土管入ってしばらく待ってると、救済措置2つ目、はい、こちらヘッドがつきます。ここに立ってるだけでヘッドが用意されるんですね。はい。で武器も1つ用意されます。このヘッドっていうのは敵の攻撃を無効化する場合もありますし、それに1回当たっても大丈夫という、まあ、キノコの上位互換みたいなアイテムなんですね。なのでここで最初に序盤で配られるというのは相当優しい作りになってるんじゃないかなと思います。でここ音符からですねこのトゲくんが出てくるんですね。こいつらも、まあ、このヘッドで倒せるんで、まあそんなに食らうこともないんじゃないかな。このねヘッドのヘルメット、これも左右の土管から出てくるんですけど、これ当たり判定っていうのがほとんどなくて、頭から上に当たったらこのようにヘルメットをかぶるようになるんですよ。だからむしろ土管からキノコが出てる状態みたいな、そういう感じなので逆に救済措置になっていると、まあ、結構カオス状態にはなっているんですけれど、これ B ボタンが効かねえんだこのゲームパッド。なんで効かねえんだろう。新しいゲームパッドだからなんかね押し方が違うんですよね。ちょっとこれまずいな。まあ上に上がること自体は簡単なんじゃないかな。この音符ブロックも、まあ、敵出てきますけど、この左右から出てくるヘルメットというのは大抵倒してくれるんで、まあ、ほとんど意味はないんじゃないかなと思いますし、難易度的にはそこまで難しくないんじゃないかな。まあ、で登るのもあまりその交互にあるわけでもないし、普通に乗ろうと思えば乗れるしね。すげえ挟まれてるけど、めっちゃ左右に行ってるけど。まあその敵自体が当たることがほとんどないんですよ、これ見た目以上に。なので、まあ、普通に登っていけるんじゃないかなと思います。でここもですねここに立ってるだけでヘルメットくんが飛んできてくれて装備品を持ってきてくれるんですよ。ちょっと時間かかるのかな、でも大抵はすぐ来るよね。はい、こんな感じで、なのででもう一個も来るか。はい。まあかなりね装備品を用意してくれる良心的な設計になってるんじゃないかなとは思います。はい。でこちら奥ですね、これ右側のルートとこの扉に入るルート分岐しているんですけれど、右側がまあ新エンドみたいな感じ、トゥルーエンドみたいな感じです。でこっちが通常エンドみたいな感じなんですけど、ちょっとレトヤン右側はちょっとやってくれなかったね今回。それはちょっと寂しかったんですけれど、多分裏でやってくれてるんじゃないかなと思います。なので今回はまあ両方のルート、紹介したいと思います。でこちらのルートですね、
こちらのルートは、このようにハテナブロックが出ております。こちらハテナブロック大抵敵が出てくるんですけれど、まあこれはそんな難しくはないよね。最初ね、ここハテナのブロックこうやって1個ずらして細くしようとしたんですよ。これだと結構ちょっと難しくなるんですけれど、こうするとちょっとだいぶ楽になるというか、マリオがここまで来て、はい、ここまで登っちゃったら上の敵はしゃがむだけで避けられるという、はい、そういう作りですし、ここもどうだろうな、一番下の敵も、まあ、1個だけキノコがあるんですよ。このキノコで、まあ、倒せるので、まあ積むこともないんじゃないかなと。これね、一番右上のここの上の部分、ここの上のブロックのブロックはそのジャンプするときに当たらないで登れるんですよ。だから当たっちゃうとちょっと積んじゃうみたいな、そういう鬼畜設定にしようかなと思ったんですけれど、今回渡すステージは簡単なステージにしたかったので、そこはやめときました。はい、まあちょっとね、レトヤン的には難しい難しいよ、ふざけんなよこの野郎って言われちゃったんですけれど私的には簡単だと思ってたんで、そういう感じにしときました。まあ、ここの敵もね、これ上に上がるときにもしゃがんでいけばいいだけなんで、まあ、そこまで積むこともないんじゃないかなと思います。当たらないんで、このまま避けて、はい、上に行くだけでスルーできちゃうんだね。あとはこのブロック全部敵が出てくるんですけれど、この敵っていうのは一回出した後扉で戻っちゃえば消えちゃうんですよ。なのでその、ま、出しちゃったって言っても、ま、出した後にすぐねこれ潜っちゃえばいいんで、これも救済措置としてね、一応用意しておきました。最初はその扉じゃなくて上から土管を登るっていう、そういうシステムにしてたんですよ、戻れないように。ただやっぱりその万が一ここ難しいって感じで進めなくなっちゃって積んじゃうってことがあるかもしれないんで、一応戻れるようにはしときました。後々に説明するキラージャンプのところもそうなんですけど、あそこもね最初は戻れないようにしてたんですけれど、ちょっと戻れるようにしときました、優しくするために。ほんと優しさに満ち溢れてますね。私でも優しさの防御なのかもしれない、実は天使なのかもしれませんね。私って天使の生まれ変わりなのかもしれない。私そうなのかな、そうなのかもしれませんね。ありがとうございます。もう自分でも何言ってるかわからないですけどね。はい、あーやばい。でこいつはまあしゃがんでたら敵の攻撃当たらないし、ヘルメットがあれば、うん、まあ戻っちゃってもこれで倒せるしね、そういうことはないとは思うけど、よいしょ、はい、こんな感じです。ここはかなり楽にしたつもりではありました。で上の方ですね、こちらキラージャンプのところです。当たっちった。こちらですね、まあこれウグイスを出すことによって床が罠だよということをちょっとヒントとして出したんですけれど、こちらはまあそんな難しくないかなと思いました。この音符はですね、実は最初の頃 1.5 倍ぐらいの長さがあったんですけど、はい、最後踏んじゃった、はい、というのもこれ2個踏めば大抵届く距離になってるんですね。2個クルクルしてクルクルしてジャンプっていうのを繰り返せば届く距離だったんで、これじゃちょっと簡単すぎるかなと思ったんですけれど、まあ、簡単なステージにしたかったんでこの長さにしときました。ただねこちら黒バックを出してしまうと下が通れなくなってしまうんですけど、実はこちらにもですね救済措置がありまして、こちら一回全部出してしまいました後にちょっと最初の方に戻るんですよ。これ先ほどの原理と同じで、これここまでも、あーべ、失礼した。